2つのエッジが入れ替わっている時の、パリティの解消方法です。まず、白同士が向いている場合、上に向いている場合はこれ入れ替えできないので片方を反転させます。そして、入れ替えたいラインを並べます。で、入れ替えたいところに持ってきます。で、今度反対側を合わせるために逆に戻してこの形を作ります。はい。で、今度また戻して今度は白を元の位置に戻してやるとここの黄色が隣と合います。あとは今度はこれを黄色を合わせたいのでここの黄色のラインと合わせないといけないので、今度は下にやって右にやってあ、ごめんなさい、下にやって左にやって上にやって右にやります。そうするとここのラインが合います。この逆手順を覚えとかないといけないんで、覚えてくださいね。左にやって、下にやって、右にやって、上。で、元の手順に戻ります。これをここに持ってきたい場合は、下にやって、左にやって、上にやって、右にやると、ここのラインに合います。はい。じゃあ、先ほどと同じように入れ替えます。また V の形になったら戻して上げて、ちょっときついな、ここのラインを戻します。で、ライン戻しますと、はい、今度はここの白の位置を合わせないとおかしくなるので、まず白の位置を合わせます。はい、あとはさっき言ったように逆手順で戻せばいいだけなので、左にやって、下にやって、右にやって、上にやればパリティは解消です。以上です。